はい、ではね、氷のやり方全くできませんってメッセージでもらったりとか、まあ走ったらできませんとかいろいろとコメントをもらったんで、ちゃんと掘り下げて3つに分けて今回は動画を作ろうかなと思います。止まった状態のオーリーと走ってのオーリーと最後物が飛べるまでの3段階、まあ、3個の過程として考えて、ハウトゥーをしようと思います。でまず今日はスタンディングのオーリーから最初に、まあ、もうほんと掘り下げるんで、オーリーってどうやるのっていうところから、オーリーはテール、これレギュラーだとしてテールをパチンって弾いて、弾いた反動でこういうで弾いてズリズリズリってこうこのキックのところをすると、まあ、なります。原理はね、大事なスタンスから説明をしていこうと思います。個人差もあるんで、これが絶対の正解でもないんだけど、こういう感じで、よく見るオーリーのダメな人の一例を言うと、ベタ踏み。人間やっぱつま先でこうジャンプするとき最終的に飛ぶんで、弾くときにこういう足の置き方してると、手でやるとこういう状態、これで弾いてつま先にかかると板がこうなって板どっか行っちゃう。なのでイメージはこのビスが48本あると思うんだけど、それの中心を叩く。そうすると真上に上がりやすいんで、それが手前側もう極端にあるけど、こっち側こうやったら板が逆に奥やってもこうなっちゃうんで、弾くのはこの点、このライン上を弾くのが大事です。弾くタイミングで、分かりやすく言うと当たった瞬間にこうやって踏んでたらダメ、ここら辺でポンって蹴って弾く。踏みすぎちゃうと板はこうは上がるんだけどテールがついてこない、じゃなくてテールを地面に当たった瞬間には足がどくような、これをピタッてやっちゃうと弾きが良くないです。良くなくなっちゃって飛べない、板が置いてかれるようなイメージ。板をついてこさせるために動画見てる人が練習しててどう違うんだろうって思ったら、一番分かりやすいのは多分弾いた時の音です。パチンって音、これが遅れるとはやいと、手で言うとってなるか、ちょっと音が高くなるような感じなので、それを意識してまあ最初やるといいかな。
次はすり足。すり足は弾いて足を上にズズズズズズズ引っ張るためにこのヤスリみたいなデッキテープがついてます。で弾いて弾きながらジュ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 ってこすってってやるんだけど、最初はいらないと思います。っていうのもテール弾けちゃえば本当こんぐらいの、まあ、ペットボトルとかこんぐらいのタイヤ止めとか、まあ、スケート1枚ぐらいは前足なくても実際弾きの足だけで止めます。なので基本的には前足よりも後ろ足の弾き意識する。スタンス、スタンスは前足は、まあ、この前のビスの隠れない程度で、つま先もギリ出ないぐらい、後ろ足はこの靴の形、ここの丸いところがここにぴったり合わさるようなイメージです。まあ微妙にねちょっとの違いは変わったんだけど、大体こんな感じ。実際にやっていこうと思うんですけども、今ちょっとこの場所にいいアイテムがなくて、そのアイテムっていうのはこう腰ぐらいの高さのもの、ガードレールだったり縁石だったりでもいいんだけど、最初それに捕まりながら今のオーリーの動きを練習するとコツがつかみやすい、腕に力も使いやすくて感覚をつかみやすいんで、まず最初はそこから練習することをおすすめします。はい、ちょっとねこれ高いんだけど、こんな感じで捕まって、でさっきの動きの練習、これまた慣れてくるとちゃんと普通に飛べるようになるんで、最初はこうやってなんか掴むのを見つけて練習するのがいいです。簡単に言うと立つ、スタンス作る、しゃがむ、弾く、飛ぶ、着地する、なんだけど、まあ、まず一番最初難しいのが多分バランスを取る。このスタンスがグラグラグラってこういう風になっちゃうんだけど、それを、まあ、基本板がこういう風になんない、こうやってホーリースタンスを作ったらこれがキュッとかってなる。この形を作ったまんま、もう一個のコツは体を上にちゃんとジャンプすること。これが前とかになると光と真上に飛ぶように、今のがスタンディングのオーリーのやり方です。まあ、動画見て分かってもらいたいのは、弾く
場所やタイミングがすごい重要なんだよっていうことを一番分かってほしいなと。そのコツを掴んできたら多分オーリーは結構すぐ飛ぶことはできるようになると思うので、そこが一番自分の中では重要視してる場所です。まあ 1ヶ月ぐらいやってたらできるのかな。まず1ヶ月間ぐらい、1日1時間でも30分でもこれをやってたら、まあ、1ヶ月ぐらいしたらある程度、まあ、走って飛べるぐらいにはなると思うんで、まず第一ステップとしてチャレンジしてください。